どこまで行っても撮れない。ビルの上まで撮ろうと思ったらどこまで行っても映りきらない。すごい、ここ見えるかな。わあ、なんか、わあ。 They said because we need baby chairs, so this is the best. Okay, okay, I'm just, I guess, along here. I don't know. Thank you. Thank you, Sam. Sit down. You look so pretty.Those frozen shoes? You like Elsa? I like Elsa too. Look at her bag! Thank you. Look at Susan's bag. Can we go make it? Wow! It's funny! Nice! Origami? Origami だよ。Well, we're the only ones here. Yeah. No one else eats this early. Hi, Volko. How are you? Good. How are you? Good. Wow. This is Levi. Levi. Why are you so cute? He likes it, man. Yes, yes, yes. Yes. Wow. Oh, oh. Oh my goodness. Good job. Ice cream. Ice cream. Oh.カナダ出身の、テイラー、アールさん。Nice to meet you. I'm so glad to finally meet you. I know. Yeah. I feel like I've watched Sutan grow up, yeah. And I've followed so many recipes and watched you for so many years. It's really, it's like, when I got your message, I was so, so happy. Thank you so much. I wish you had more time. You have to come back, and then we can do more.For sure. Yeah. And we will come to Japan again. Yeah. Soon, hopefully. We often come? We used to before pandemic, at least once or twice per year. We love Japan. Two, yeah, per year. We got engaged there. I lived there for 3 years. I love, love, love Japan. So we will come back soon for sure. Yeah. Oh, すごいね。テイラーさんね。嬉しい。こんなに柔
来た。あら、あらららららら、ら、みんなゴロゴロしてる。みんなゴロゴロしてる。So we're gonna be doing an interview here, and then Wei-san's getting ready for her kimono. It's a really nice place. Sit down, can enjoy here too. Okay. Look at you. Wei-san が今準備中です。おめかし完了です。Okay. Okay. So behind the scene from Erica. Bye. Oh,
How is oyakodon? Homemade. Homemade? Oh, yokatta. Is this your first time to have oyakodon? No, but this is the best. Oh, thank you. Nice. How is it? Oishii. Yummy. Yummy. Yay. Oh, perfect. Yokatta. Oh, yokatta, yokatta. Rice is cooking in kimono mamdo nabe. Ga ii ne. Minna tabete kurete masu. Nani? Nani o itadaita no? DIY kick session. Eh, milk tea? Milk tea no. Eh. Omoshiroi. Omoshiroi ne.ママ、あら、ちょっと。ママ、ちょうどお姉さん。頼む。それいただいたんで、ね、こっちいただいた。頼みますよ。ママ。Thank you very much. Thank you so much. You buy cafe, huh? What? Want to speak? Can I have a coffee in Cantonese?これ大好きなの。小さい頃ずっと食べてたの。トマリンゴって呼んでたんだけど、俺はすっごい美味しいの。トマトとリンゴのあいのこぐらいの味がするの。すごい道でお肉を見てる。ちょっと衝撃的すぎちゃった。すごい。ありがとう。すごい。っていう人だろ。なんだろう。神様だよ。俺たちさ、特にこの1年さ、神様が降ってくる。本当に。人が足んないなっていう人、誰かが手伝ってくれるって言ってさ、オフィスがないなって言うとさ、あ、これいいよ、無料で使っていいよとか言われてさ、泊まるとこないなって言ったら、家泊まっていいよ。泊まっていいよ。なんて優しいの。次はまた泊まっていいよ。今回まあちょっと俺たちがゲストになっちゃってるからだけど、手もごちそうになっちゃった。本当だよね。感謝の旅だね。スーちゃんがさ、もう一回って。あんた、ワンワン？あんた。一応帰ってきた時には、一回荷物置きにここ来てよって言われてたから、うんうん、まあ一応もう一回は会えると思うんだけど。あ、デイ3が終わって、デイ2か。デイ2だよ。デイ2かまだ。デイ2だって。だってデイ3はもうトゥードバイだもん。デイ2でこの濃さすごいね。やばい。会う人、本当にウェルカムしてくださって、胸がいっぱいになるスタートだね。お、日本人、イエーイみたいな感じだもんね。いや、ありがたい、本当に。
着物ママの海外遠征第1国目香港よかったね。最高。明日もう出発なんて信じられない。HQ スペースでさお話しさせてもらうやつさどういう題材がいいかな。何人いらっしゃるって。今の時点で60人だったから。やば。100人入れる会社に変えた。やば。でうちはまだ告知してないからねこっちからファンの方にね、うん、しかもその後の講義をほぼほぼやりましょうっていうお話いただいたし ね。ありがたいね。こんな願ってもないチャンスだね。また香港来れちゃうね。ズームだけどね。あそっかオンラインか、うんうん、まあでも来たい時は自分で来ればいいんだけど。いや香港大好きになったね、うん、またなんかここに泊まらせていただくズーズーしいですよ。ズーズーしい。すごい気に入っちゃう。本当に素敵なお家なのよ。さっきメリカちゃんに言ってたんだけどさ何なのこのセンスの良さ。いろんなものがいっぱいあるのよ。ここなんかさこんな小さなさ多分いろんな国のいろんな地域の、ね、これなんか見てこれ全部一個ずつなんだよ。これがちゃんと綺麗に並んでて。あ、県にちょっとその黒電話なんてもう今時ないじゃん、ね。アンティークの家具もすべて可愛いしディテールが超細かいし。向こうのお風呂見た？ちょっとお風呂だけ見に行こう、うん、すっごい可愛いのよ。お風呂とおトイレなんだけど見てこの上すごいね。これをその紐を引っ張って流すんだって。なるほどね。うわおしゃれ。トイレも開けてみて。木だ。しかも中にロゴが入っててさ超可愛いよね。しかも見て全部これ同じロゴが入ってるんだよ。でもさ、こういうところにクマなかなか置けないよね。置けないよ。これなんか手拭いてくださいってやつか。とっても素敵だよね。ここずっと一面本棚なんだよ。リビングがね、最高におしゃれなんだよね。すっごいオリエンタルで。でも今ワンちゃんが寝にして真っ暗だから明日の朝機会があったらちょっとチラッとね、撮らせていただこう。なんかタン先生に聞いたらどんどん写していいよって言ってくださったからダメって言われたのもあるからそこは写せないけど他はもうどんどんいいよとか言ってたから間違いない。あ、そうですか。ズーズーしいね。本当にタン先生のおかげでそして香港の皆さんのおかげで最高の香港ステイでした。明日帰ります。明日の予定は朝はちょっとゆっくりして11時に取材が入っているので下の町に行ってカフェで取材を受けて空港へ向かいます。ついに明日は Go to Dubai。